よろしくお願いいたします。お願いします。抵抗はどうな、割とこう職人っぽいスタンスでやってる気がするんですよね。なんか、まあ、ちゃんとときめかなきゃなとも思うんですけど、やっぱキスシーンは綺麗であってほしいなとも思うので、そういうことも心のどっかで考えつつ、でもその時の私と男性側の立場をよく考えます。どっちがリードするのかとか、どっちがすごく大事で、最初はリードされてたのに、どんどんあんちゃんがリードできるぐらいの懐の大きさを見せれるってなった時に、どういうふうに どういう気持ちまで持っていけばいいんだろうとか、すごく考えてやるので、もうこっぱずかしいっていうのよりはちゃんと伝わるといいなって、なるべく一回で伝わるといいなって思いますね。私自身が割と自分のプロデュースがそもそもできないタイプなんですね。自分をどういう性格にして、どういう女優さんになってっていうプロデュースができないので、じゃあ自分が持ってるものをさらけ出して戦うしかないってなった時に、じゃあそれがどうやったらみんなに届くのかなとか、結構ビジュアルと性格でギャップがあるねなんてこともよく言われるんですけど、そういうところをじゃあどうすれば伝わるかなとか、そのギャップをどうすれば使い分けれるかなとか、そういうところがある種のセルフプロデュースになってきたのかなって思っていて、だから本当に心の声としては等身大というか、本当当たり前のことで自分のことを知ってもらえたらいいなって思ってるし、だから自分をプロデュースできてない分、戦う術が本当に自分の本体しかないので、ちゃんと伝われって思いながら SNS を割と素直な感情のところでやってるんだと思います。あれもマネージャーに下手だねって言われて悔しかったんで、その過程を乗っけてただけなので。あ、自分で撮るのが下手。そうですね。で、あ、私は下手なのかと思って、あ、練習しなきゃと思って、でもブログだと検索してくださった方しか見れないから SNS を始めて、まあもともと隠すものがそんなにないので割と載せちゃって、その過程もだからね、昔の写真を掘れば掘るほどあれって思うかもしれないけれど、でも全部頑張ってる過程なので、結構そこのライブ感みたいなものはなんか私特有のものって言ってもらえることが多くって、でもね、つぶやくってそういうことだと思うから、なんかちゃんと SNS してるって感じで健全な使い方で、 SNS に飽きたら鳥を乗せ始めるっていう最近は鳥ばっか乗せてるんで愛してるから愛してもらえるからどんどんつながって、先々に面白いことが待ってるっていうのがここ数年の感想で、なんだろう、好きな人たちと好きなことをやれてるし、初めは不安な現場でも、これ私でいいのかなって思う現場でも、また新しい出会いが待ってて、そこからまた未来が生まれて、なので順調に見えたり順調じゃなく見えたりするかもしれないけど、私の中としてはとても順調で素敵な人に出会えてるなって思います。でもね、嘘ついても嘘つき通せないんですよボロが出るなら最初からやんないっていうか、なんか自然体を愛してもらえたらそれは幸せなことだし、それがダメだったらどうやったら好きになってもらえるかなとか、どうやったら相手のこと好きになれるかなって、そこで頑張ったらまたなんか見つかるかもしれないしって、そういうのを教えてくれた大人たちがいたので、
そういう人たちにこう影響されながらやってます。お芝居楽しいです。お芝居楽しくて、もともと音楽家系なのもあって、お芝居の中で歌わせていただく機会があって、それが最高潮に楽しかったので、そういう女優さんになれたらいいなとも思いますね。歌う、映画の中で歌う女優さんだったりしても楽しそうだなって思うし、結構本当に偏見なくいろんななんか役をいただけているので、これからもいろんな役に出会いたいなと思うし、なんか無限大すぎて、私のワクワクも結構無限大で、もっと他にいろんなお仕事があって、そこがもっと楽しくなってきちゃうこともあるんだろうけど、今はお芝居が楽しいですね。海外とかそういう、もう行かせていただけるならもちろん行きたいですし、最近その香港の映画をいろんな方とやらせていただいたときに、やっぱり海外のチームの方々とやらせていただくっていう環境がとても楽しかったし、向いてるなと思ったので、まあでもそこは私がもっと勉強しなきゃいけないので、そんな行かせていただけるならと思う。まだまだですね。もうちょっとちゃんと政治的なお話ができるぐらいまで行かないとって思いました。すごく楽しい。いっぱい。最近なんか書評とかも楽しくて。うん、池田エライザです。一礼してキス。11月11日に公開になります。ここに書いてある通り偏愛ラブストーリーとなってますけど、皆さんがこれを見てどういう気持ちになるのか私もまだ全然想像ができていないのですが、私はとっても大好きな作品になりましたので、皆さんぜひ劇場でご覧ください。よろしくお願いします。